コアラとペンギンの暮らし、テチ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 。水からジャガイモを茹でます。コアペンケでは皮ごとやります。気になる人は皮も剥いてください。きゅうりに塩をかけて塩もみします。これでしばらく置いときます。水に浸しておきます。しばらくさらします。ハムを切ります。切ります。このぐらいに一応切ります。そのぐらいです。ゆで卵が、ゆで上がる2分前ぐらいになったら切っておいた人参を一緒に軽くゆでちゃいます。ゆで卵と人参をざるにあけます。はい、卵だけちょっと水にさあ、ちょっと大丈夫待つ水で、人参はざるにあけて水気を切ってください。あ、いい感じ。めっちゃ綺麗に抜けました。抜けた、いけた、抜けました。綺麗、まあまあ綺麗かな。綺麗だよ。本当に、うん、抜けました。綺麗。今日は全部綺麗に剥けました。三兄弟、卵三兄弟、兄弟できました。もうちょっと刺してみます。あ、いいかな、いいかな、いいかな、ちょっとなまってるかな。ざんざるに開けます。はい。で、また鍋に戻します。コーヒーもにします。いい感じかな。熱々のうちにまずお砂糖を入れます。柔らかくなってる。柔らかくなってるね。よかったね。よかった。そしたらここに酢を加えます。酢を入れます。酢を入れます。酢も同量ぐらい。同量ぐらい。同量ぐらい。砂糖と酢を入れたら潰していきます。塩を入れます。はい。胡椒打ちやすくなのでちょっとたっぷり、ちょっと粗熱を置いときたいと思います。あれ、粗熱を置いとかない。粗熱を取るからちょっと置いときます。はい。こんな感じで絞れました。絞れました。余分の1個ってよかったな。いいよ。余分の1個にする。ちょっと多かったから。でもまあ入れていっぱい入れてもいいかな。いっぱい入れても入れちゃうか。玉ねぎの水気切りました。これは本当お好みで好きな大きさに潰してください。粗、はい、熱が取れたら全ての材料を合わせていきます。玉ねぎちょっと多め。濃い、濃い。じゃあきゅうり、きゅうり、卵、卵、卵はたっぷりが美味しい。美味しいね、うん、で、ハム、ハム、マヨネーズ投入します。これは本当お好み。たっぷりが美味しいけど、たっぷりがいいね。うん、
高カロリーはうまい。うまい。ちょっとこれで混ぜて様子見ます。カロリー気にする人は控えめで、牛乳とかね、豆乳とかって、でもマヨ好きだからカロリーより美味しさ。はい、いきます。あ、味ちょうどいい。ちょうどいい。なんか足すものがあったら、うん、ない。なんか甘みがちゃんとあって OK、 美味しい。あの玉ねぎもシャキシャキしていて美味しい。はい、じゃあとりあえずこれでできました。最後までご視聴いただきありがとうございます。またねー。